まあ、やはり一つはその支援する方々がボランティアになってはいけないなと思っているんですね。で、今回もその唐桑に実際通っている学生の子たちがしっかりとビジネスをやるということですよね。まあ、最終的には会社を起こしていくという形が理想だと思いますが、その中で今まで実際その地域に入り込まなかったような若い層たちがどんどん入っていって、そこで雇用が生まれて新しいビジネスが生まれていく、で新しい水産業の形ができていく、これが理想かなと思います。まあ、実際やっぱり言うのとやるのでは大違いで、おそらく相当苦労はすると思うんですよね。でもおそらくその苦労の過程で人は育つと思いますので、彼ら自身も、まあ、我々も、逆に気をつけているポイントとしては支援しすぎないということですよね。で、一時的な支援というのは逆に依存になってしまいますので、彼ら自身が、悩みながら問題を解決してしっかりとその地域で、必要とされる人材になっていくこと、これが多分長い復興という意味では実はものすごい大事なんじゃないかなと思います。やっぱり私の仕事はネットの仕事ですが、逆にその若い方々はリアルに増える機会をどんどん失ってるなという感覚もあるんですよね。で、実際その浜に行ってみて漁師さんの仕事を見て、で、まあ、我々の世代だと割とその当たり前だったことが彼らにとってものすごい新鮮に移ったりもすると。で、おそらく今回そういう、まあ、津波という経験は、非常に、まあ、悲しい、まあ、被害もたくさん生みましたけれども、こう原点に帰るという意味で若い方たちの感性がこう元に戻っていくような、そういうきっかけにもなってるんじゃないかなと思うんですよね。で、そこでまたこう次の世代が新しいものを作ってもらえる、まあ、そういう原点に今回はなるんじゃないかなと。実際は結構そのやっぱり外部からのいろんな支援の声って本当にありがたいことにたくさんいただいてるんですよね。で、まあ、ほとんどの ご依頼というのが物産展で商品を売るから、とにかく物を持ってきてもらいたいなという話が多いんですよね。で、若い子たちもそういった物産展で売り子をやったり、実際物を運んだりということで、動いてはいるんですけれども、なかなかその中長期的に考えたプロジェクトにはなってないというのが、現状ですね。で、一番の問題点というのはやっぱりさっきの話に戻りますが、その生産現場とか、企業、漁師さんとか農家さんも含めて、まあ、彼ら自身がそういったパイプを持ってないということなんですよね。なので、まあ、そういう、まあ、短期的なものだけではなくて、まあ、一緒に何かを作っていくっていう感覚、これが非常にいい、まあ、少ないんじゃないかなという、逆にこれは問題点でもあるかなと思います。はい、まあ、実際最初のうちは、まあ、彼らにそういった、まあ、販路につながるような場をどんどん紹介をして、まあ、自分たちでやってみろという形で、進めてみたんですが、やはりその、まあ、専門知識が足りない部分も若干あるんですよね。で、バイヤーさんと直接お話をして、まあ、その唐桑の魚を売り込むというところもやってもらったんですが、じゃあいつ納品になるんだとかですね、量はどれぐらい出せるんだとかですね、価格はどれぐらいになるんだとか、結構細かいところどんどん突っ込まれてしまって、ほとんど答えられない状態になっちゃったんですね。あともう一つはそのどういうところに売り込めばいいのかということで、花からやっぱり話も聞いてくれないようなバイヤーさんとかに一生懸命アタックしてしまったりとかですね、はい、そういった、まあ、経験値が必要な部分についてはやはりこちらで、多少なりとも後方支援をしなきゃいけないのかなと思っています。はい、まあ、今までの形態というのは大規模流通といって、まあ、市場に収めてですね、そこから大消費地にどんどん流していくという形がメインだと思うんですね。で、今回はまあ被災をした、まあ、沿岸地域はそういった機能が一番ごと止まってたりするわけですよね。そうなった時に実はその魚が取れているとかですね、うちはそれほど被害が少なかったよっていった漁師さんたちすらも商品を出せないようになってしまうと。で、そこで、まあ、今我々が取り組んでいるのが直接お客様とつないで商品を出していこうという取り組みなんですよね。で、ただこれは、まあ、市場を飛び越えてという、ことにもなりますので、実際なかなかそういったことは個人の、まあ、漁師さんではできないのが現状ですね。で、ただ今回はそういった、まあ、ネットを使ったりだとか、
またそういった、IT に多少なりともパソコンを操作できる学生の子たちが入ったり、あとは、消費者側でも被災地を応援したいという気持ちがあったり、でそういったことが重なって、なんとかうまくつながっていくんじゃないかだろうかということで、進んでいるということです。新しい売り方というのも今回求められていると思うんですよね。で値段の勝負で言えば、やはり今までのようなその大規模消費、まあ、流通という、市場を通した形というのがやっぱりメインにならざるを得ないと思うんですね。でただ今回は、そこに新しい付加価値を生んでいくと。で具体的には何かと言いますと、例えば漁師さんの、顔であるとか、哲学であるとか、撮ってる姿であるとかですね、そういうメッセージをどん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 商品に付加していくと。でこれは実際消費者に直接こう響くようなメッセージを打ち出すことができるんですよね。で、まあ、直接お客様に呼びかけてもらう、そんなことを商品の、まあ、パッケージであるとか、ポップであるとか、いろんなものでこう表現できないかなということで、まあ、インターネットはそれを行う意味でも非常にいいツールなのかなと思っています。まあ、私自身スーパーの3代目で、実際もともと小売りの経験も実際若干会社を継いだ時には経験はしているんですよね。でただもう一つ同時にその IT がちょうど大学生の頃にどんどん入ってきた世代でもあるんですよね。でそこで、実際私たちの上の代とあと私たちの下の代でものすごいその、まあ、ビジネスのスキルとかですねやり方にこう違いがこう生じてきたなっていうのをこう特にこう感じたんですよね。でそういう中では私の世代はちょうど真ん中の世代になりますので、まあ、地域をこう元気していくためにはこの世代間のギャップというのもうまくつなげていって、次の世代が今のビジネスをちゃんとこう引き継ぎながら新しい時代につないでいくというところ、これを、まあ、つないでいくのも我々の世代の役目なのかなと思って、まあ、実際私自身が会社を継いで父親とそういった話をこうしているうちにやはりそういう、なんでしょう、世代間の確執というのに結構気づかされたんですよね。で同時にその通常仕事をしている中でも、まあ、お付き合いする社長さんたちが私の父親の世代と同じぐらいの方々が非常に多くて、でそういった方々にこう可愛がられているうちに、まあ、おそらく我々の世代は次の世代を育てる役目というのも背負っているのかなというのを感じました。地域というのは、まあ、本当に狭い世界の中で生きているんですよね。でそういう意味では、まあ、例えば私の、実家の事業はスーパーをやってましたが周りに支えられて、生きてきたというのがあるんですね。例えばスーパーであれば魚屋さんがいたりお肉屋さんがいたり、いろんな方々がその中に入って一緒になってそのお店を作っていくという感覚があるんですよね。で私自身もやっぱり地域の中で、自分たちの、まあ、パートナーのようなこう同じような世代をどんどん作っていかないと自分たちの会社すらも将来は残っていかないんじゃないかなという危機感もあるんですね。で今回はそういう意味では、同じ世代もしくは自分たちより下の世代たちがものすごいこう一生懸命頑張っていますので、ぜひこう応援しながらですね、将来は一緒にパートナーとなって地域を盛り上げられないかなと思ってます。その、まあ、業界のこと何も知らないっていうのは逆にいいですよね。お付き合いしてても思いますけど吸収力がやっぱりすごい、どん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 吸収して素直にそれを聞いていくので、彼らみたいな世代って本当にこうなんでしょう、長く続いて熟成された業界の中では必要だなと思います。やっぱり新しいそのビジネスをこう生み出していく世代っていうのが、まあ、なんでしょう、もうだいぶ時代が変わってきてるので、ああいった若い世代から、まあ、私も若いですけれども生まれてくるっていうのが一番いいんじゃないですかね。でも不思議なのはその全く水産業と縁もゆかりもなかったってことですよね。共通点は日本人だったっていうことだけですね。そうですね、やっぱり純粋に 100% 自分たちの力を使えるわけですからね。本気にああやってこう取り組めるものってなかなか今までなかったなって話もしてました、ね。